こんにちは。食と腸と健康を考える会の YouTube チャンネルです。当チャンネルでは食を通じて健康的な生活を応援したいと思っております。今回は小麦は今すぐやめなさい、著者フォーブス弥生氏の本の要約です。では早速始めていきましょう。最近肌の調子が悪くなった、白髪や抜け毛が多くなった、朝から体がだるい、そんな風に感じることってありませんか？これらの症状の多くは、もう年だからしょうがないよねと言って軽く受け流されがちです。でも待ってください、それって本当に老化だけが原因でしょうか？あなたのここ1週間の献立を見返してください。その中に小麦が入っているのなら、この要約を聞く価値は十分にあります。なぜなら小麦には人間の免疫力を下げる成分が入っているからです。本要約では小麦に含まれるその有害な成分について詳しく解説するのと同時に、具体的な小麦抜きの生活の始め方について解説していきます。本書の要点は全部で3つです。 1. 小麦に含まれる有害成分グルテン。 2. グルテンは体にどのような影響を及ぼすのか。 3. 明日からできる具体的なグルテンフリーの食事。まずは1から順番に解説していきます。小麦に含まれる有害成分グルテン。小麦粉って混ぜるとネバネバして粘着性と弾性が出てきますよね。パン、パスタ、ピザ生地、うどん、ケーキやクッキーなどはこの性質を利用して作られるメニューです。このネバネバとした粘着性と弾性はグルテンという成分の作用によって生み出されるのです。つまり普段私たちが食べる小麦を使ったあらゆるメニューはこのグルテンが入っているおかげなのです。ではそもそもグルテンって一体何なのでしょうか？小麦粉の成分はご存知の通り、ほとんどが炭水化物でできています。ですがタンパク質も 6-15% ほど含まれています。その中には多くの特性を持つタンパク質が含まれており、約 85% がグリアジンとグルテニンです。グルテンとはこの小麦に含まれるグリアジンとグルテニンという2種類のタンパク質が結合することで形成される成分なのです。しかしながらこのグルテンの中に含まれているタンパク質グリアジンは血糖値を急上昇させ、脳の中の食欲を司る中枢を刺激して食欲を増進させ、さらに麻薬のように依存性の高い成分でもあります。続いて2番目の要点を解説します。グルテンは体にどのような影響を及ぼすのか。そんなグルテンですが、実は様々な疾患を引き起こしてしまうことが知られています。その代表的な病気がセリアック病です。この病気は自己免疫疾患の一つで、自分の免疫システムが自らの組織を攻撃してしまう病気です。この原因はグルテンが引き起こす小腸の炎症です。グルテンが分解されないまま体内に入ってくると、体はそれを異物だと認識します。その時に腸のシステムが誤って働き、自分の小腸に生えている細い突起を攻撃してしまうのです。そして栄養素を吸収できずに重度の栄養障害を引き起こしてしまうのです。その他にもグルテンはグルテン不耐症や小麦アレルギーといった重大な病気を引き起こしてしまいます。それだけではありません。小麦を食べることは老化の進行を促進してしまうのです。皆さんは糖化という言葉を聞いたことがあるでしょうか？糖化とは糖質とタンパク質が結びつき、タンパク質が劣化してしまう反応のことを言います。そしてこの糖化こそが老化を促進させるのではないかと近年注目されています。体の中で糖化反応を起こすと、エイジス、終末糖化産物と呼ばれる悪玉物質ができます。そしてこのエイジスは老化と深い関係があることが明らかになっています。例えばエイジスはコラーゲンを含む組織を劣化させます。そのためエイジスが蓄積すると肌の黄ばみが目立つようになるのです。さらにこのエイジスが肌ではなく骨に蓄積すると骨粗しょう症、血管に蓄積すると心筋梗塞や脳梗塞、目に蓄積すると白内障などの病気を引き起こすと言われており、エイジスは全身の健康に影響を及ぼしてしまうのです。最後の3番目の要点を解説します。明日からできる具体的なグルテンフリーの食事。ここまでの話を聞いて、
小麦がこんなに恐ろしい食品なんて知らなかった、もう明日から小麦抜きの生活にしたいと思われた方は少なくないでしょう。ですが小麦はもうすでに私たちの食生活に定着しきっています。いきなり小麦を抜こうと思っても具体的にどうすればいいのかわからない方は多いはずです。そこで本書ではどのようにグルテンメニューをグルテンフリーの食事に置き換えればいいかの様々な例が数多く紹介されています。今回はここでその一部を紹介していきます。例えばパスタです。パスタは好きな方が多いので本書の題名のように小麦をやめなさいなんて言われても、それでもパスタを食べたいという方も多いのではないでしょうか。そんな方にはグルテンフリーパスタです。しかもインターネットのみならず一般のスーパーでも近年グルテンフリーパスタは手に入るようになってきました。パンはどうでしょうか。これは小麦粉の代わりに米粉を使った米粉パンがおすすめです。米粉パンはそのもちもちした食感から小麦粉のパンよりも好きという方もいるほど非常に美味しいです。動画を振り返っての本書のまとめです。今回は小麦に含まれるグルテンについての説明とその体に及ぼす悪影響、そして明日から実践できるグルテンフリーメニューについて解説していきました。しかし今や小麦を使った食品が当たり前のように食されています。そんな中小麦をやめるという決断をすることは非常に勇気のある行動です。でも現代では米粉やグルテンフリーパスタといったグルテンフリーのメニューがだんだん充実してきているため、グルテンフリーの生活を送ることは実はそこまで難しいことではなくなりつつあります。本書にはさらに多くのグルテンフリーのメニューの具体例がいくつも掲載されています。興味があればぜひ一度手に取って読んでみてください。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは食と腸と健康に関する本や腸が喜ぶレシピを今後も解説していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。